まもなくプリム号の出港時刻になります。ご乗船なさいますか？船に乗ったら当分は戻れないな。やっ、オーリン、さっきはびっくりしたよ。大臣相手に度胸があるな。えへへ、面白かったろ。それにまた会えるなんて思ってもみなかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い、ミコの旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱりミコなのか？うん、そうだよ。タリナは風のミコで、モートレアはなんと月の巫女なんだ。月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんだってずっとずっと大昔、聖剣が英雄に託された時代の話らしいから。聖剣？あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔では巫女との旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の守り人巫女、今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。オーリン、どうして急にあんな話？守り人と巫女ができた理由か、僕にはさっぱりだな。みんなは船旅を楽しんでるかな？ちょっと声をかけてみよう。よっ、いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。こちらでよろしく。ありがとうございます。またのお越しを。そうだな。精霊たちがざわめいと。え？精霊の？やっぱりこの天気の荒れ具合、絶対おかしいで。ヒナ、まだ甲板にいるのか？何か見てる。何が起こるかわからない。ここは一緒にいた方が賢明だろう。それと、合流する前に準備は整えておいた方がいいかもしれない。備えあれば憂いなしだな。準備だけはしとこ。
ヒナ、大丈夫か？揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に何かいた。波もざわめき立ってきたぞ。Thank you.
絡まんだ。ここだ。どうだ。当たれ。一気に畳みかけよう。助かったよ。そこは力を示す。心地がせんかった。みんな無事でよかったわ。